おはよう、スロイちゃん。眠たいな。4度です。暗い山道を帰っております。また変な生き物が出ないことを祈ってます。まあ、変な生き物って言っても、まあ、鹿とかイノシシぐらいなんですけどね。グサグサグサとかなって、この子らもバタバタバタってなるのは、まあ、めんどくさいって、それだけなんですよ。まあ、今日は獣出てくることなく歩けました。もうちょっと設置してあげました。まあ、こう対流型やったらね、この辺触っても熱くないので、まあここは熱いですね。こんなに熱くないので、まあ部屋全体ちょっと温める感じで12、3度ぐらいまでは上げてあげようかなと。今8度ぐらいかな。カマチョアデちゃん、もうね、もうすぐに、お父ちゃんお父ちゃん、あのね私ね、とか言ってね、すぐ来るの。はいはい、もうペロペロペーはいいよ、ペロペロペーはいいよ、アデちゃん。お前、芋食べたんか。食べてへんやん、芋で遊んでるやん。ほら、丸ごと口から出てきた。食べへんのやったらお父さん取るで。なんかね、地面に放り投げてね、さっきから遊んでるんですよ。食べるの？夕方散歩ですね。なんか日の用心回ってますわ。もう山まで、はい、行きますか、それとももうこっち帰りますか、どっちしますか。ロイちゃん、こっちしましょう。僕は考えた。でも自分で決めたことがないから決められないかもしれない。あとブラン姉ちゃん決めてたで。カイちゃんも帰りたい感じ？どっち？雨雲が近づいてきてますね。もうポツポツしだしました。山のボルノは休団して、帰ります。おはようす。お寝坊父さん。今新しく注文した、まあ、こうベストタイプのね。これ以上ちっちゃくなるの、はみ出てるっちゅうね。首周りがあとキツキツなんですよね。首周りと胸、ちょっと曲をここで歩かしてみましょうね。いや、寝るな。はいはい、行くよ。こう後ろ裏がはだけないようになってるんですけど、そのゴムが気になってしゃあないね、多分ね。マルチだな。ちょっと今日の夜から雪らしいですけど、やっぱり山走ると暑い。めっちゃ臭い編集上がった。もう今イヤホンはめて編集したからもう分からへんかったけど、めっちゃ臭いねんけど。ロイちゃん、そんなこと言われても僕のおならは臭いってしょうがないじゃん。でもな、ロイちゃん、匂い嗅いでる方はたまらんねやで、わかるかな。はい、ぬくぬくさん入れてますからね、気持ちよく寝てください。ロイ。